バイキングは有名な民族です。戦争したり、商業したり、ビジ人の連れ去ったりした民族でしたが、ちゃんと公開した民族でした。1000年前くらい、グリーンランドを発見したのを知っていますかこの事件の知っている人は少ないかもしれないし、 グリーンランドのバイキングについて話したいです。ノルウェーにはトールワルという人がいました。性格は怒りっぽいから怒った時に喧嘩して人を殺してしまった。あの人の報復が欲しい家族のせいでトールワルはノルウェーから逃げなければいけませんでした。アイスランドに 引っ越すことにしました。トルワールドは家族と旅行して息子を連れてきました。名前はアイリクでした。ヒゲで有名なんですから赤毛のアイリクと呼んできました。900世紀の末にアイスランドはもうノルウェーのワイキングに発見されました。 トルワルと家族が行ったとき、いい農地がありませんでした。ある農地は開きにくってたまらないです。でも、どんなに大変に暮らしても、ノルウェに戻れませんでした。赤毛のアイルクは大人になって、トルワルが死んで、アイルクは 農地を継ぎました。でも、お父さんの怒りっぽい性格もありました。もうすぐ、アイリックは、隣にの地のオーナーと喧嘩して、頭にたりながら殺してしまった。アイリックは困っていました。アイスランドにいられないけど、お父さんのせいで、 ノルウェイに戻られませんでした。当時に、バイキングはちゃんと精人でよく後悔していました。でも、時々精人は海で迷ってしまった。アイスランドに戻れば小さい氷の島を見つけたと話しました。他の国があるかもしれませんでした。 アイリクは、その新しい船に航海することにしました。900世紀に、ワイキングは、ランシップという船を使いました。細くて、長い船でした。でも、アイスランドからグリーンランドまで、1500キロぐらいし、嵐があるし、航海が、 危ないんです。特に、氷山で船がたくさん割れました。何週間に公開しても、まだグリーンランドの表面は全部氷ばかりでした。982年にいつまにか血を見ました。それから3年間にグリーンランドを点検しました。 アイルクは新しい念を発見したのが分かってきました。あそこで定住をできたかったんです。大変そうなうちだけど、その時代のワイキングに足りそうだと思いました。アイルクはアイスランドに行って新しい念について伝えることにしました。表面が 大抵氷で埋まっているのに、アイルクはこの国がグリーンランドと呼んでいるのを決めました。アイルクの意見では、緑っぽい名前のおかげで、グリーンランドの人口が増えるでしょう。大げさな名前のおかげで、グリーンランドに行きたい人がいました。 アイスランドからグリーンランドに航海した船二十五杯でした。全部船は男性とか女性とか子供とか動物がいました。グリーンランドに来られる船は十四杯しかでした。グリーンランドに来られた船があったけど生存できた人の生活がとっても 難しくってなっていきました。グリーンランドは八極圏だから気候が大変なんです。夏の時に気温がせいぜい10度になるし2、3月くらい常にいいです。それに冬の時に気温がマイナス50度以下なります。 日のであまりないから、時は常に暗いです。時には釣れた動物が外にいらないくらい凍っていきました。この様子のに、985年にアウステルビッグとウェステルビッグという定住ができました。木を切り倒して、農地を開いて、 建物を作りました。それに人口が増えて街が栄えてきました。その様子のにどうやって逆られましたか理由は生地でした。あの頃ヨーロッパは草原に夢中でした。草原で美術がたくさん使いました。 アイスランドの生于地が増えてしまったから、グリーンランドに行ったワイキングは、草芸を手に入れました。有利な営業になってきました。<noise> 草芸の出荷一つだけ、牛800頭の価格に等しいでした。一家具もいました。 バイキングはよくイカ具の牙を集めて、ヨーロッパにイカ具中の牙で売りました。ノルウェーには牛を飼っているのがお金持ちのような人だけど、グリーンランド人ならあんまり農地がない農家も牛1、2頭を買ってきました。もうすぐ人口が 5000人ぐらいになりました。栄えている国だけど、どうしてグリーンランドのバイキングが消えましたか今日の歴史家がまだ絶対に知っていないけど、地球の気候が変わったかもしれないと思っている人がいます。1400世紀から気候変動があるんでした。 地球が寒くなっていきました。商標期という変化でした。生活はいつでも大変だったけど商標期に生存が無理そうでした。農地を開き続けるのができないきました。国史病のせいでノルウェーの 人口半分死にました。食べ物をグリーンランドにせっかく持ってくる人がいないんでした。ここへ行っている間にポルトガールはアフリカに航海してアフリカの草原を手に入れました。誰もグリーンランドの草原を買いませんでした。 日々、グリーンランドの人口が減っていきました。1500世紀ぐらい終わりました。アイスランドに行った人がいましたが、ライフという赤毛のアイリクの息子は1000年にアメリカを発見したことがありました。グリーンランドからアメリカまでは、グリーンランドからアイスランドまでより、 短い航海でした。心細いグリーンランド人はアメリカに行ったかもしれませんでした。